で、まあ、あの辺もちょっと面白いかなと思って、この企画に対して、はいはいはい、まあ、これもラインナップでうちの店に出していこうかなと思ってるものなんだけど、これまたいいね、デッドストックなの、これ、これでデッド、レーヨン系のシャツ、うんうんうん、ギャバジンだね、ギャバジンのシャツっていうのね、あのプリントで、そうそうそう、あと単色が。これレミニッセンスって昔、今もうなくなっちゃったと思うんだけど、うん、アメリカのブランドで、うん、あのフィフティーズのものとかを復刻してたメーカーみたいなのがあって、うん、そう、80年代の一応これはデッドストックなんですけど、うん、昔あったでしょ、あって、レミニッセンスってあったよね、うん、アメリカ系のお店がちょこちょこ入れてたブランドだと思うんだけど、それをたまたまあっちで、倉庫に見つけて、フィフティーズこのテイストは結構やっぱり最近これからの気分に大ヒットしてる感じが、うん、まあ中タンクトップとか、ね、白い T シャツ着て、うん、まあ、サラッと羽織ってるみたいな、そう、ただそのフィフティーズをまんまやる体現するんじゃなくて、うん、まあ、現代版っていうかやっぱ東京現代版解釈として、うんうんうん、そこをプロのスタイリストに委ねたいと、より明確に提案できるんじゃないかということで、そうですね、大体にハードル上げられた大体に電話しちゃったみたいなね、そう、機能っていう緊急記者会見的な感じでございます。緊急招集が緊急招集が